月7日自由インドパリ政府主犯スバス・チャンドラ・ボース氏は空路ビルマに到着。日本と共にアジア解放の戦いに駒を進めるバーモー・ボースの両挙とここ最前線ビルマに相対して今や戦局の切り替え必勝攻勢の時至る。にあるを心に期して祝前主犯の越兵を受けるインド国民軍。同日主犯はラクシュミ夫人部長らを帯同、バーモー国家代表を正式に訪問。仮政府のビルマ進出を祝福するバーモー首相と共に固く敵撃滅を誓い合う。本議会において東条首相を重ねてインド解放に実力をもってする援助を惜しまずと中外に鮮明せる折からビルマ戦線にようやく戦機動く。